はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の定積分と面積〇7をお送りします。で、このタイトルも7本目で、前回もね言いましたが、この動画で積分が終了、まあ微積か、微分積分が終了で、しかも数2もこれで最後となります。まずね、ここまでご覧いただき本当にありがとうございました。で、最後のね動画も1本だけです。なので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいなと思う方は、今からね自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。数にもね178本目かな、長くなりましたけど、やっとね終了となります。で、最後の問題はまず放物線です。2次関数ねがあって、それと X 軸で囲まれた部分の面積が直線、あいつで2等分されると、まあ、これがキーワードだね。2等分されるとき、そのとき A の値を求めようと。ただし A は0より大きくて2より小さいと、その範囲が指定されてますといった感じです。で、これも何通りか一応攻め方があるんですけど、一番自分が好きなのを一応今回紹介します。で、まずこの放物線書きます。で、平方完成しても全然いいんですけど、やっぱりこう X 切片、 X 軸とどこでぶつかるのっていうのが分かりたいので、まず Y に0を入れて、こうやってね、で解いてしまうと。で、これ一応マイナス処理して、こうした後に X くくり出すと、まあ0と2と出てくるので、 X が0と2の時にぶつかるんだよね、 X 軸と。で、しかも上に凸、ここマイナスだからね、上に凸って分かってるから、で、0と、ここが2だね。まあこんな感じになってるだろうと。いいかな。で、この囲まれた部分の面積、まあここだね、ここ全部を直線 y イコール ax で、 a が0から2なんで、まあ、右上がりだよね、こういう直線で半分にしたいと。で、半分にするやつがどこかわからないですけど、まあ大体、まあ、原点通るからね、あれ比例だからさ、この辺かな、ちょっと予想しておきます。いいかな。ちょっと上がちっちゃくなったかもしれないけど。で、攻め方先に言っておきます。攻め方はですね、まずここ全体の面積を出します。で、出した後にこの青の部分、上だけねの面積がその赤の半分ですよねっていう攻め方をします、自分は。で、これはですね、切った後に青の部分と下の部分を出して、それが同じですよでもいけるんですけれど、下をね使いたくないの、この問題で。なんでかっていうと、下を使おうと思うと、この部分の X で上にあるものと上にあるものが変わるんだよね。だから切らなきゃいけない、積分、面積出すときに積分でね。だからそれはめんどくさいので、全部を出して青の部分が半分ですよで攻めに行きます。で、ちょっとこれね消しちゃいますね。で、一応途中式もねこう意識してやっていくと、まず青の、あと赤の部分出したいんで、まあ、こいつ放物線と X 軸で囲まれる面積を、まあ、S1 とかどこか、 S1 とすると S1 イコール、これもすごいシンプルだよね。0から2っても分かってるから、0から2の、しかも上にあるものがこれで、下はまあ X 軸で0だからさ。だから、そこに書いてあるこれをまあ入れるだけと。プラス 2x の dx。で、これ解いていくと、積分して、こうか。で、0から2。で、2を入れると、マイナス3分の8プラス4。0は入れなくて、入れてもね、だって0だからね。で、3分の8が12だから、
S1 の面積3分の4ってことが分かりました。では次に青の部分攻めに行きます。で一応それも書くと、青の部分はこの放物線とこのね直線で囲まれた面積を、じゃあ S2 でするかとすると、こっちがねちょっとめんどくさいんですよ。でまず S2 イコールインテグラルっていきたいんですけど、今0からここまでなんだよね。つまり0からここが欲しいんで、ここの X 軸出さなきゃいけないんだよ。で出し方としては、放物線と直線の交点になってるので、基本的に連立方程式で解けると。だからこいつとあいつを連立する、まあつなげるね、右辺をつなげて考えれば、まあいつもやってるやつですわ。 2x と ax をつなげると。でこれ全部右辺に持っていこうかな。右辺に持っていくイメージでいくと x2 乗でしょ、でプラス a-2 こうなります。これこっち持ってくると a まで、x でくくるとね、でこれを x でくくります。くると x プラスこうなるので、こっから答えがまずこっちから0です。でこっちはこれの if 号でしょ。いつも、まあ、さっきもそうだったけどさ、こうなったら x は0と2って言うじゃん。これの符号を変えたものを言うから、これも符号を変える。でマイナスが出てくるから、結局マイナス a プラス2になります。これが交点なの、2つ。で、0はもちろんこっちの0なんで、ここは a マイナス a プラス2になります。だからそれを入れる。インテグラルの上にね。プラス2。で、上にあるものから下にあるものを引くから、上にあるのこっち。で、下にあるのあっちだから、引くと、これちょっと暗算して、あ、これ中括弧の方がいいね。暗算すると、上にあるもの。で、下引くから、2-axdx となります。これもくくってね、くくり出してましたけど、でこれが骨折れるよねちょっと行こうか、頑張るか。ちょっと下行くよ。幅取る気がすんな。3乗でしょ。でこれは2分のが出てくるから、まあ、カッコいらないんだけど、ね、一応つけとくか。2乗で、0から、これ、マイナス A プラス2、ちょっとここに合わせたいんで、2-A って書き直しますね。まあ、同じなんだけど、結局。で、0の方どうせ関係ないから、下入れると、あ、上入れると、マイナス3分の1、2-A の3乗でしょ。こっちが、ここに 2-A の2乗来るんだけど、これとくっつければ3乗なんだよね。だから結局、2分の1、こうなると。で、ここ同じだから、マイナス3分の1とプラス2分の1を計算してしまえば、6分の2と6分の3なんで、6分の1が残るんだよね。つまり、これ計算すると、6分の1、2-A の3乗となります。これ S2、青のところの面積ね。で、さっきも言ったように、今回の方針は、青の部分が赤の S1 の半分なんです。だから最後、青の部分、こいつね。ちょっと色がね、交互になって申し訳ないですけど。6分の1、A の3乗、イコール、こいつの半分だから、3分の2になればいいと。こうやって。で、まず両辺6をかけると、3乗イコール4になります。で、これ3乗の取り方ね。で、3乗の取ると、左辺3乗取る代わりに右辺に3、おい、4とかした。3乗根がつきます。3乗根ルート4です。で、あとは2を持ってきてマイナスになるでしょ。で、両辺、マイナス A じゃまずいので A で処理すれば A イコール2マイナス3乗根ルート4と。で、これは0から2の
ね、範囲を満たしているので、これで OK となります。ちょ、三条項とか久々に使ったけどね、いいかな。まあ個人的にはこれが一番楽かなと思います。でも最初に言ったように、いやいやいや、上と下が同じがいいっすって場合は止めはしないですけど、全然。でもこっちのが、うん、早いしねっていう感じもするけど、まあ、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数2の定積分と面積丸7をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。そしてね、最初にも言わせていただきましたが、これで数2の動画が一応終了となります。おそらく、後々もしかしたら足すこともね、あるかもしれないんですが、ひとまずこれで終了です。今まで、これ今ね、撮影してるのが2015年の11月今日9日かなに撮ってるんですけど、最長です、178本。普段からね、使っていただいてる方、本当にありがとうございます。でこれからは、この後数 B かなの撮影に一応進んでいこうと思いますので、もしね、そっちの方も使う方がいれば、そっちの方も見ていただけたらと思います。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。